いや、カリオン農家のコキアでございます。今もうピンク色にね、変わってますけど、ちょうどね、逆光でね、わからん、めちゃめちゃ綺麗ですよ、これ。わからんやろな。どうやね、これ、画像でわかんの、これ。すごい人が見に来たんだけど、これ、ものすごい綺麗だろうね、ピンクになって。初めて来た時はね、こんなやつ花でね、植えるんかい言うてね。誰ちゅうてきた、カジくん、カジくん、このピンクを見た初めてかな、全部ピンクっていうのね、初めてです。これすごいすごい、ピンクピンク。全部ピンクの珍しいね。はい、この土日最高ですよ、これで、ほら、コキア。最高最高。どうしてんの。こんな感じで石棺までね、これ見たら分かるかな、これ分かるっす。北今市1号本と2号本、柏かどこやったかな、柏ですね、はい、こんな感じだったよね。そこも行きましたけど、何もなかったな、柏。これここに持ってきやったんかね、これ。ああ、下緩いね。手前はコンクリやね。ああ、ちょっとね、コンクリ補修されてますわ、これ。これここもね、コンクリちょっと補修されてます。これ中央の合同部でございましょうね、これぐらいのやつやったらね。こんなコキアを教えてみましょう。コキアを大きそうよ、コキアや思ったんやけど、こんな綺麗になるとはね。ただもう基本的にグリーンでしたからね。このもうちょっと小さかったかな、最初見た時。ほんで色がいろんな色に変化するんだ、これ来るたびにね。それは知らないんだけど、ああ残った残ったグリーンだ、これ。このグリーン、もっとグリーンやんね。もっとグリーンが濃いんですよ、これ。で、グリーンからね、何からか変わって、この色なんだよ。こんなすごいの、もう真っ赤かなってのこう。で、ピンクになったよね。こういう時見に来たんだよ、こういう時にね。こういう時一番ね、上根色の後の色、なんかもう茶色のね、薄いかな、茶色やったけど、あれはどこかな思ったんですね。で、次来た時にピンク色をちらちらっと見て、あ、これが綺麗だな、言ってね。そういう意味で見たらあかんだけど、本当はね。その頃あんまり植えてなかったけどね、今はね、さっき行ったところで植えたとね。じゃあ、カリオンの丘でございます。カリオンの丘分かるかな、カリオンの丘。おお、この辺の色、この色の色が見えるね。さすがにここに送るよ、見えないよね。今年はひまわりの時どうやったかね、来たかな、ここ。よく残ってないな。記憶残ってないですわ、ここ。ここいろんな色が見れるね、これ。ほら、まずね、これ。グリーンからピンクから。グリーン、ピンク、茶色、赤。ああ、
いろんな色見えるわ。あの辺は茶色、ここがね色が見えるな。ここね、ここの色も綺麗なんだけどね、今日はちょっとここの色がどこ見てないね。どこ見てカレヤマ古墳とね、仲良く当たるんだけどね、マロ。